Hi everybody, how are you doing? はい、今日もですね、英語をペラペラ喋るための英語のお話をしていきます。今日はですね、ちょっと質問があったんで、ちょっと書いてみました。I'll be having to ね、ここのところが、この発音がね、これ、I'll be having to。ここのところ難しいと思うんですよね。調べてもちょっとわからなかったんですけど、I'll be having to で、簡単に言えば、この下に書きますけども、will have to で何々しなければいけないだろうっていうね、英語があります。で、この will を使わなかったら、I have to で何々しなきゃいけないってなりますよね。で、これ日本人って、何々してはいけないってなかなか言いづらいから、僕のおすすめなこっちのいけないだろうとかっていうニュアンスの方が使いやすいですね。これがあなたはしなくちゃいけないって言った時にね、 You have to って言うとなんか強い言い方になるけど、じゃあ You have to になったら強いね言い方になるけど、 You will have to って何々しないといけないだろうっていうね、この will の場合を、未来形にするんですけども、意思を持った未来なんですよね。詳しく説明するとなんですけども、ただ僕英語の先生じゃないんで、この詳しく意思を持ったっていう説明が下手くそなんですけども、要は、なんとかしなきゃいけないよねとかって簡単に言うときに、これ意思を持って言うってことなんですけども、この、will を使うってことなんですね。そうすると、あなたに会わなきゃいけないだろう、だろうなって思った時には I'll have to see you ね、I'll have to see you って言えるんですけど、 I have to see you って言うとあなたに会わなければいけないっていう、こういう強い意志になっちゃうんですよね。意志っていうか意味になっちゃうんで、いけないだろうのニュアンスにした方がいいです。それからもっと丁寧だったら I would have to see you ね、あなたに会わなくてはいけないでしょう、 would ね、 WOULD ね、will の過去形です。それを使うともっと丁寧になりますので、私はあなたに会わないといけないかもしれ、いけないだろうとか、かもしれないとかっていう意味になります。ね。で、そこからもうちょっとレベルが上がってくるとなんですけども、これも will be having to っていうのは直近で何々しなくちゃいけないっていう意味になってくるんですね。そこもニュアンスとして ing が入ってるからってことなんですけども、会わなくちゃいけないだろうなっつって、もうすぐに会わなくちゃいけないだろうっていう感じで言おうと思った時には I'll be having to meet you ね、同じいけないだろうですけども、もっとこの ing がついてると直近で会わなくちゃいけないでしょうとか、まあよくありますよね、進行形も加わってるんで、そこら辺のニュアンスが若干ちょっと違うんですけども、これを、頭の中ですぐさっと使い分けるのって難しいかと思うんですけども、知識であると言われてることに関しては、ね、これが I'll be having to meet you っつったら、相手の人が会わなくちゃいけないだろうな、ちょっともうすぐになみたいな時に言ってんだなっていう感じなんですね。で、これがいけないだろうっていうのは、まあそうだな、これやっとかなくちゃいけないだろうなみたいな感じだと I'll have to do it ね、そうだな、これやんなきゃいけないなって、もう直近じゃないですよね。だからまあなんとかしなくちゃいけないんだろうな、将来的にはなって思ってるだけですけど、こっちはもう近い将来直近でなんとかしなくちゃいけないね。例えば明日のテストだったら I'll be having to study tonight ね、今日やんなきゃ絶対ダメだろうなっていう時にはこっちを使いますよね。このようにですね、上達、英語が上手になってくるとある程度こういう使い分けができてくるんですけども、一番最初はやっぱりここまではなかなかちょっといかないですよね。まあ、僕もできるかって言ったらこれをちゃんと切り替えるのはちょっと無理かなと思います。まあ、説明はできるんですけど、聞いたらそれ言ってるのはこういう意味なんだなって分かるんですけど、自分でこれ使えって言うと、まあ僕の場合はまだまだ難しいかもしれないです。はい、じゃあね、今日のシャドーイング行ってみますね。今日もですね、皆さんにおすすめしているのはリセスってやつですね。ディズニーのアニメなんですけども、早いですけど、英語の会話で使われているのがふんだんに入ってきますから、文章で
本で書いてあるっていう感覚ではないんですね。口語って言われるやつがずらーっと出てきますから、英語が喋りたい、話したいっていう人にはおすすめです。じゃあちょっと行ってみますね。Come on, daddy, meet your toast. It's getting cold. Don't waste your breath, mom. TJ's not coming down. Not coming down? What's the matter? Is he sick? He's always sick. What's the matter with the buggy? Hey, I don't know what the problem is. All I told him, he doesn't come down. That is good to that phone. What is going on here? I will see you on. TJ, hi mom, TJ, it's time to calm down now. Honey, you are the rock. It's not a rock at all, it's barricaded. Barricaded? Why? But honey, why? How did you get to school? That was my problem now. It was this morning, as never going back to school again. Hi, Deep. Hi, DPT. She's a racing director. Oh, nope, no barrier shot. No, what do you mean? Oh, he's just a feather. Why is he barricaded? You know, Kareem is never coming out. Did he make the behavior? No, exhibit little kids. Normal people like me have to get class. Let's hope you're in the media school. Oh, something good. Just to make it shine through. Well, this is a look at the room. Indeed, quite a good, I would say, with barricaded. TJ, confound it. Open your door already. Sorry, Dad, but you can't. You can't just do that. TJ, there's a little problem. It's very serious. We don't want to school right now. You get a hurry. Yeah, well, we want to be for a hurry. Now, what do you want to do? Come to TJ, boy, go on it. Is that okay with me? Oh, dear. He's definitely going to get a hurry. I will call it school. I think you understand what happened next. It's in the hands of the feet. What? Hello, TJ. Sorry, that banana. You want to say soft things to watch my kids? What's going on? Oh, it's a pretty simple actually. I've started going to school. Stop going to school. You can't do that. You can't, Kenny. I can't even write down the power. You cannot, can't. Oh, I say that you can't take it to school to him turn the phone to calling a friend. But I guess not find out what you want to write. Allow the student to get active with the girls to be able to get to the title of the teaching. What about the real world school concept? What about the real concept? Yeah, guys, what's going on? TJ said he's going back to school ever. He's still like still in the room. Really? Wow. Cool. Cool? What's cool? It's something cool you totally want to tell us. TJ looked at his room. He said he'd remain back to school ever. Scandalous. What's a scandalous? Oh, spilled. All right. You sort of know your kids enough. You see, TJ? That's why I never came back to school, yeah. So what? I tried to never come back to school that time. That was doing it for us. He did it while standing up on a protest. I must read the news to call the code of playground. Everyone, he did it while I stayed home school. はい、こんな感じでシャドーイングね、続けていただくと、話す聞くを何度も何度も繰り返してくると、脳の中にこのフレーズだったり、単語だったりっていうのがね残ってきますんで、でそれをあとは日本語の中、日本語っていう、日本語じゃないですね、それを理解する脳が、どんどんと培ってこれると思います。ただ皆さんとちょっと違うのは、これの言ってる意味が分かるってことですね。でなんでこの言ってる意味が分かるようになったかっていうと、聞く耳ができてからですね。この I'll be have to っていうのと I'll have to っていうのの聞き分けがチャットね、できたからなんですけども、でそれはどうやってやったのかっていうと、シャドーイングといって、聞いて話すことを繰り返してくると、その時に耳が自分の音声と合わせようとするんですよね。例えば I'll be have to っていうのをちゃんと聞こえてるって、同じように話せるかって言ったら、頭の中でちゃんと音が作られてるかどうか、集中しますから、でそうするとどうしても聞く方も集中できるんですよね。そうすると英語のスピードが速くても聞け取れるようになってくると、こういった違いの意味も分かることになるですね。ですのでおすすめなのは英語の聞く耳を作ること。ただ聞く耳をじゃあどうやって作るのかっていうと、英語のスピードに慣れなくちゃいけないんですけども、一番大切なのはアルファベットの音がきちんと聞き取れなきゃいけないんですね。で聞き取れなくちゃいけないのは、どうやって聞き取るのかって言ったら、自分がアルファベットの正しい発音をある程度できないと聞き取れないんですよ。で 100% じゃなくてもいいですけども、今に、自分で言ってるのが分かんない、早すぎて分からないっていう人たちは、アルファベットがちゃんと理解できてるかって言ったら、多分 20% とか 30% ぐらいなんですよね。これが 80% ぐらいまで、なんですか、識別能力を上げてこないと、スピードにはなかなかちゃんとついていけないと思います。
で、おすすめなのは基本的にはやっぱ自分の発音を変えることなんですけども、それで変えられない方がいるんですよね。今のままでは変えられない方で、その方はどういう方なのかって言ったら、反り腰あるいはでっちりって言われる方で、鳩胸ね。で、あとは、猫背の人、それからあとはまあ正直な話は年を重ねていっている人たちは、この胸の筋肉ね、今の言った反り腰だったり、鳩胸だったり猫背だったり、それからあとは、ね、年を重ねてくる全員共通して言えてるのは肺を大きく広げることができないです。ですのでまず最初にその肺を大きく広げるために肋骨の筋肉とそれから横隔膜の筋肉っていうのを一回和らげないと英語の正しい発音が出てきません。そしてそれがね、もう一つなんですけど、腹横筋って言って、横のお腹の筋って書くんですけども、腹横筋ですね、お腹の横の筋肉ね、その筋肉を強く強化すると英語の正しい音がポッと出てきます。で、それができてくればこのシャドーイングは絶対に脳の、英語のを作る育成にはねすごく役立ちますんで、やってみてください。で、まず自分でその横隔膜とかね、肋骨を緩めることができなかったら一回プロのところに行ってください。どういうとこ行くのって言ったら、整体に行ってインナーマッスルを緩めてくださいっていうのを説明してください。で、これが、相手が説明して分かった、あるいはインナーマッスルを緩めることはこういうことですってちゃんと言えてるね、話してくれるところの先生に行った方がいいです。なぜなら、整体って言っても体を整えるんですけど、外の筋肉を整えるのとインナーマッスルを整えるのってやっぱやり方が違うんですよ。だからそれが何でもそこに行けばいいかって言ったらそうじゃないんで、ちゃんとインナーマッスルを緩めるところを探して行ってくださいね。見つからなければ私のところに来てください。肋骨を緩め、横隔膜を緩め、腹横筋の使い方、腹横筋の使い方を伝えて正しい英語の発音が喋れるように、できますので、よかったら利用してみてください、ね。その後はシャドーイング練習する。で、文法も練習する。これで英語の方が完成します、ね。時間はかかりますけど完璧にできるようになるし、それからあとは自分で使いこなせるような英語になります、ね。バイリンガル誰でもなめると思いますんで、初級中級上級ってありますけども、そこから、ね、みんな初級からスタートですから、ですけどちゃんとやればちゃんと話せますんで頑張ってみてください。それでは。